はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はですね、ゲットレディーズミを撮っていきたいと思います。今日は実は私誕生日なんですよ。3月17日で23歳になりました。こっちか、こっちか。おめでとう私ということで、今日はバースデーディナーに行くので、ちょっとおめかししようかなと思っておりますので、ゲットレディーズミ撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ今から新しくしたこのコスメ収納から使うコスメたちを撮っていきたいと思います。私のメイクはコスメバイキングから始まります。今日はどうしようかな。下地は久しぶりにちょっとこれ使おうかな。サンローランのやつ。これに、あ、そうだ、メイベリンさんにこの前新しく出るファンデーションをいただいたんですよ。これちょっと使ってみよう。一応コンシーラー、アイシャドウはこれ使おうかな。前にロスに行った時に免税店でマックのアイシャドウ選んで自分でカスタムしたやつなんですけど、これ使います。最近ちょっとこれにハマってる。あとはでも今日私ちょっとアイラインをね変えようかななんて思ってまして、黒がいいのでリキッドがいいかな。そしてこれかな、マジュアイライン。あとはマスカラ。マスカラ最近私このキャンメイクのクイックラッシュカラーにハマってる。眉毛はエクセルのハニーブラウンっていうカラーとリセのこれマスカラ使います。シェーディングこのナーズのやつにしよう。ハイライトもこのシャネルのバームのやつと、あとパウダーはマックのオーダーリー。チークはこれ使おう、シャネルのリキッドタイプのチーク。このメイベリンのアイシャドウで、リップはちょっと後で決めようかな。全部やってみてから決めたいと思います。嬉しい。よし、じゃあメイクしていきます。そうだ、みんなあのお祝いありがとうございます。本当にめっちゃたくさんの方にお祝いしていただいて、毎年毎年こんなにお祝いされることは人生にないだろうなって思うぐらい本当にたくさんの方にお祝いをしていただき、ね、それとともにみんなのこう愛をしっかりと受け取ってます。もう本当にみんながなんかこの時から好きでとか、参考にしてますとか、YouTube 見てます、インスタ見てますとか、すごくたくさんメッセージをもらって本当に愛されてるなと実感できます。多分私のことを超好きで知ってくれた方が多いと思うんですけど、あの時私17とか18ぐらいだったから、その時から知ってくれてる方は私がもう23歳っていうことにびっくりじゃないですか。あれからもう5年とか経ってるって考えると時早みたいな。私結構昔からそういった表に出てお仕事をしているので、なんか仕事で会う方とかにも毎回毎回今いくつになったのって聞かれるたびに答えると、えみたいな、あのシュナタンがもうみたいな感じでいつも言われるんですよね。だって今となってはもう全然こう下の世代の方が多いじゃないですか。時の流れの速さにびっくりなんですけど、無事に私も23歳を迎えれました。でもなんか子供の頃っていうか、昔描いていた23歳とやっぱり全然違う。昔思ってた23歳なんかめちゃくちゃ大人だったし、もうすでに結婚してたし、なんなら子供いましたもんね、思い描いてた23歳って。でなんか自分の子供に、え、なになにちゃん、なになにくんの方が若いねって言われたいみたいな。でも実際こう23歳になってみると、そんな気配1ミリもないし、自分が思ってるよりも23歳ってまだこんな感じなんだっていう。でもなんかどっちの気持ちもあるかも。もう23歳かっていう気持ちもあるし、あれでもまだ私23歳なんだっていう気もする年齢じゃないですか、ちょうど今って。なんか若くもあるけど、まあでも大人だしなみたいな、なんかそんな年齢な気がする。ちなみに私のこの23歳の目標なんですけど、22歳の終わりぐらいからちょっとどんな目標を立てようかなっていうか、別にそんな具体的な目標とかではないんですけど、まあどういう人になろうかなっていうのをちょっと思うようになって、でふとした時に、あ、私間接照明みたいな女性になろうって思ったんです。なんかマジでポエマーみたいな、ちょっとポエマー気質なのかもしれないんですけど、私なんかかっこよく言おうとしてますけど、でも本当自分が思い描いてる女性像って間接照明みたいな女性なんです。っていうのも照明ってこういろいろあると思うんですけど、間接照明私すごく好きで、いい感じの
温度感っていうか、なんかこう明るすぎもしないし暗すぎもしない、でも会ってくれるとすごい嬉しい、なんか嬉しいっていうか、こう私はちょっと気分が上がるんですよ、落ち着くなっていうので。そうだし、本当にこうちょうどいいというか、すごくこう雰囲気のある感じがなんかすごいいいなと思って。私ってもともとそんなめちゃくちゃ明るい人間ではないんですよね。どっちかっていうとまあ静かなタイプだと思うんですよ、自分では。まあたまにテンションが上がる時もあるんですけど、自分からこうバーって言ったりとかすごいような感じのキャラでもないので、ライトっていうには私は荷が重いんですね。だからライトっていうとやっぱりこうみんなを照らす太陽みたいな、そういうイメージが私の中ではあるんですけど、でもそれにはちょっと慣れないなって思うんですね、自分で。私がもう描いてる女性像ってすごい落ち着いてて、でも雰囲気はちょっとあって明るすぎない、すごくこうちょうどいい感じの女性像が私の中で理想で、って考えた時にマジでもう間接照明じゃないですか。すごいそれがガチってハマったので、私のこの23歳というか人生の目標にもなってくるかもしれないけど、まあ間接照明みたいな女性になるのが目標だなっていう話です。ムーディーな女性になりたいななんて思ってます。具体的に何をするかって言われたら分かんないんですけど、でもそれって結構抽象的な何かだと思うから、なんか日頃の振る舞いとか、別にこう意図的に振る舞いをこう変えたいとかってわけじゃないけど、自然とこうそういう感じの、ね、女性になりたいなみたいな感じで思いますね。ちなみに私はね、おばあちゃんと誕生日が同じなんですけど、だから今年もちょっとお家帰ろうかなって思ったんですけど、実家に。来週にあのディーゼルさんとイベントがありまして、それが名古屋であるんですよ。本当に嬉しいんですけど、私がもうずっと好きで推してきたブランドさんなので、お声掛けいただいた時めっちゃ嬉しくて。でもそう、お声掛けいただいた理由もマジでみんなのおかげで、YouTube とかインスタとかでもディーゼルのものとかをこう紹介したり、アップしたりとかしてるんですけど、なんかそれを見て店舗に買いに行ってくれた方がすごく多くてっていう風に言ってくださって、それでこう今回のイベントもなんか一緒にできたら嬉しいですっていう風に言ってくださったので、マジでみんなのおかげです。本当にありがとうございます。名古屋のイベントでは抽選で4名様にコーディネートアドバイスみたいな感じで、まあ、なんか一緒にこうお洋服選ぶみたいな、でちょっとこう私も一緒にコーディネート考えたりみたいな感じでイベントをやる予定で、それがね来週なんですよ。来週の3月25日。そうなので、せっかくだったらまあその時に帰ろうかなと思って、もともとはこの誕生日に合わせて帰る予定ではあったんですけど、ちょっと1週間帰省するのを延ばしたので、なので今日予定が空いちゃったから、友達にもし空いてたら夜ご飯とか一緒に行ってくれるっていう風に聞いたら、いいよって言ってくれたので、今日はディナーに行きたいと思います。私が行きたかったねビストロなんですけど、すごい楽しみ。でもなんか誕生日の日って難しくないですか。友達に自分から声かけるのもすごい気使うじゃないですか。なんか祝ってって言ってるみたいな感じがしちゃって、でもなんか友達の誕生日の当日とかってすごい誘いづらい感じもしません。予定なんか入ってるかなとか、誘うにも誘えないじゃないですか。私が誕生日の日をね撮るのもなみたいな、すごいこう難しいんですけど、まあ、でもなんか一人でこう過ごすのもなと思ったので、思い切って友達を誘ったら行ってくれるということなので、嬉しい。一人でホカンスとかもいいなって思ったけど、でも本当はね海外とか行っちゃおうかなっていう風にも思ってたんですよ。韓国とかなら何回か行ったことあるから行けそうかなと思ったんですけど、でも急すぎたのでさすがになと思って、仕事もいろいろあったから難しいかと思って諦めたんですけど、一人で海外も行ったことは私ないから行ってみたいな。最近割と海外も、ね、行きやすくなってきたかなって思うので、海外旅行行きたいなって考えてる。じゃあアイラインを引いていきたいと思うんですけど、今日はちょっとブラックのアイライナーでこの二重の線からちょっと引いてみようかなって思ってるんです。できるかな、うまく。ちょっとガイドアイみたいなの引いた方がいいか、先に濃いめのアイシャドウで。ちょっと内側すぎか、この辺か、この感じとか跳ね上げすぎかな跳ね上げすぎかしら。これだと一回引いてみましょう。わ、緊張するな。ちょっと太いか、太いかな、ちょっと
まだアイラインが乾いてきちゃった違うやつ使おう。メイベリン様どうブラックでこういうライン描くの私初めてかな。もしかして可愛いかもね。意外と、うん、やっぱメイベリンのアイラインなんか描きやすいな。やばい、どんどん伸びていくどんどん伸びていっちゃう。あ、でも割と対象にいったのではどうですか。こんな感じで来ました。アイラインが宙に浮いてて可愛い空中ラインとでも言いますか。これちょっと羽っぽいラインにしてみました。本日可愛い、いい感じ。あ、そういえばそうだ、さっきこの今後ろに見えてるチェストに置きたいなって思ってたランプを見つけたんですけど、それが届きました。ヤフオクで見つけたんですけど、すごい可愛いヴィンテージのランプで、1993年製鉄とかな、結構前のやつで、なんか他にない感じでね、すごい可愛いんですよ。それ届いたからちょっと後でみんなと一緒にアンボクシングしていきたいと思います。楽しみ。そう、届いた時にね、まあ履きたいなと思ったんですけど、でも今日夜 Get Ready With Me を撮ろうと思ってたから、その時にみんなと一緒に履きようかなと思って待ってました、勝手にそう、本当ちょうどタイミングよく誕生日に届いてくれて、でもなんか自分の誕生日プレゼントどうしようかなって考えてて、照明でもいいかなと思ったんですけど、でも私こう今家具をね、いろいろこう新しくしたいなって思ってるっていろんな動画で言ってるんですけど、ソファーをちょっと誕生日プレゼントに買いたいなと思って、やっぱソファーってすごいこう、お値段がするものだから、なんか誕生日っていう機会にいいかなと思っていろいろ探してるんですけど、今なかなかドンピシャなソファーがなくて、まだ探し中なんですよ。だから今年のタンプレ、自分へのタンプレまだ買えてない。でもそのタイミングよくランプが来てくれたから、とりあえずそのランプをタンプレにしようかな。なかなか理想のグッとくる透明に出会えなかったから、今回のその照明見つけた時に、わ、これはちょっと自分の家に置きたいなって思える照明だったので、すごく嬉しい。待って、チークがすごく濃くなっちゃったかも。でも最近私チークちょっと濃いめにハマってるんですけど、ちょっとこれ濃すぎたかもしれない。このチークはリキッドタイプだから、なんかツヤもいい感じに出てくれて、最近ツヤ肌が好きな私にはすごくもってこいなチーク。鼻にも入れます。でも私もう一個ちょっと誕生日に欲しいなって思ってるのがあったんですよ。サンローランのバッグがすごい欲しくて、まあまあのお値段をするので、どうしようかなと思って悩み中、ソファーかそのバッグにしようかなっていう風に思ってたんですよね。考えてたらいつの間にか誕生日を迎えましたよし、こんな感じでメイク完成しました。じゃん、嘘でーす全然嘘、リップ塗ってなかったわ。リップリップどうしようかな、まあ、とりあえずリップ以外のメイクを完成しました。バースデーメイク、ちょっといつもと変えてやってみました。じゃあリップをつけたいと思います。今日はちなみにこの H&M Studio の氷に紹介したと思うんですけど、その時にゲットしたこの赤のねワンピースでいこうかななんて思ってるんですけど、あえてヌーディーにするのも可愛いし、濃いめでもいいな、ちょっと濃いめでいっちゃおうかな。最近結構ヌーディー系が多かったりしたので、今誕生日だし気合入れていこうっていうことで濃いめ使っちゃおうかな。あ、待って、その前にペンシルのアイラインでこの目頭の方のここを埋めていきます。大事大事、目力が出るので濃い系にするか今日は。じゃあちょっとリップ選びます。ではでは、どうしようか、マックもいいな、スパイスイットアップもいいな、若干ツヤのある感じですごいお気に入りのリップなんですよね。これもあり、パラマウントもありですね。あとはこの辺とかもすごい好きかも。これは172番、今いつほどピックしたので手に出してみて決めていく。こんな感じ、上からシャネルのやつ、パラマウント、スパイスイットアップ、
パロマントかな。ちょっと攻めな感じだと、まあ、透け感のある感じも可愛いけど、一回じゃあちょっとこの透け感あるの塗ってみて、物足りないってなったらパラマントにしましょう。うん、あのこれでも十分可愛い。うわーどうしような、迷う。ちょっと髪の毛も一回やって決めようかとりあえずこれ塗っといて、髪の毛も今からちょっとやるので、それもやって決めたいと思います皆様ごめんなさい、本当に申し訳ないんですけど、あの髪の毛やっちゃいました。っていうのもちょっと余裕だろうと思って、2時間前に家出る2時間前に撮影始めたんですけど、想像以上に時間がかかっちゃいまして、もうあと30分ぐらいしかなくて、であのランプのね、あの照明の開封もしたいなと思ったので、ちょっと仕上げてきちゃいました髪の毛。まあ、でもあのストレートにしてオイルをつけただけです。オイルはちなみにプロミルオイルを使ってます。そう、まあ、ストレートだからそんなにあれかなと思ってちょっとカットしちゃいました、ごめんなさい。こんな感じです。コーディネート先に紹介して照明開封したいと思います。ごめんなさい本当に。あ、でそうだで、リップなんですけど、なんかね今日このキャップかぶりたいなと思ってて、そう、まあ、リップこれでも可愛いんですけど、さっきのパラマウントをちょっと塗ってみます。もう少し濃くてもいいなと思ったのでパラマウント重ねます。うん、かわいい。うん、いいね、やっぱこれぐらい濃い方が好きだな。はい、ということでこんな感じで、じゃあメイクと髪の毛できたのでコーディネート紹介したいと思います。ということで今日のコーディネートこんな感じです。ちょっと2大体制でお送りしたいと思いますが、まあこのワンピースがメインなんですけど、これがすごくこうドレッシーな感じで可愛くて、このワンピース、赤のワンピースを主役にコーデ組みました。私は最近本当に赤が好きなので、見てわかる通りですが赤が好きなので、誕生日はちょっとこのドレスを着たいなと思ってまして、これを合わせてます。まあ、でもなんかそんなご飯屋さんも別にそんななんかね綺麗めな感じでもないというか、結構カジュアルなビストロなので、ちょっとこうカジュアルダウンさせるためにこのキャップとか靴もスニーカーでアディダスのサンバなんですけどを合わせました。この赤のキャップめっちゃ気に入ってて、形もめっちゃ綺麗で自分のこの顔とかにもすごくフィットしてるし、赤のキャップ私すごい最近ずっと探してて欲しくて、なんか赤い帽子かぶってる人ってすごいおしゃれに見えるんですよ。そうなんか街中とかで普通に赤い帽子とかかぶってる人見ると、なんかパッて目がいっちゃうぐらい私結構赤い帽子が好きで、ずっと探しててこれを見つけたのでゲットしました。めっちゃ可愛くて気に入ってます。で、まあ、このシャツお店入ったらこのジャケット脱ぐと思うので、まあ肌寒くないようにこの白シャツを合わせました。でその上からジャケット、今日ね多分雨でちょっと少し肌寒いかなと思ったので、アウターは2枚で着たいと思います。バッグはこのシャネルの、やっぱちょっと今日は気合を入れていきたいなということで、去年の夏頃かなにゲットしたシャネルのバッグを持っていきたいと思います。結構お気に入りのコーデになりました。バランスが私はすごい好きかも。ドレッシーだけどカジュアルめなお洋服も着れて、いい感じにコーディネート組めたかなと思います。これね後ろもすごい可愛いんですよね。スリップがバーって入っててちょっとセクシーなんですけど、まあ、23歳ということで色気も出していこうかななんて思いますはい、ということで本日のコーディネートはこんな感じです。よし、じゃあ照明開封していきます。わー楽しみ。よいしょー、動きました。こちらちょっとあのヤフオクのやつなので段ボールは違いますが、ダンプ照明が届きました。やばい、超楽しみにしてた。本当に可愛くてこれマジで上がる。いきます。うわ見えた、出します。じゃじゃーん、うわちょっともう透けてるっていうか見えてますけど。
が。かわいい、かわいいんだけど、ちょっとどうしよう。なんか本当は店舗にも見に行けるっぽかったんですけど、時間が合わなさそうでどうしようかなって悩んだんですけど、なんかこういろいろネットとかでも照明見てたけど、なかなかこれっていうものに出会わなかったんですが、もしこれで他の方の元へ行ってしまったら後悔しそうだなと思って買っちゃいました。頑丈すっごいぐるぐる巻きになってる。見えてきた、見えてきた。じゃじゃーん、かわいい、めっちゃかわいい、やばい、綺麗。全然なんかヴィンテージっぽくないっていうか、良い、かわいい。じゃーん、こんな感じの、なんだっけあれ、ルイス・ポールセンをすごい可愛いなと思って、似たような感じの形でちょっとこうマッシュルームっぽい感じのランプなんですけど、それも可愛いなと思ったんですけど、結構なんかいろんなところで見かけてたから、んー、なんかちょっと他のやつでもいいなと思ってて、そうでもあのビジュアルっていうかフォルムはすごい好きだったから、ああいう感じのものを探してたんですけど、これに出会って、この柱がウッドで、この下と上のここもちょっとこう金属のメタリックな感じになってて、このなんか木とこのメタリックな感じのバランスもすごい好きだし、でこの形も可愛いし大きさもちょうどいいし、マジで嬉しい、これちょっと本当買ってよかった。じゃあちょっとあそこのチェストに置いてみようかな。今ここにフラワーベース置いてあるんですけど、ちょっとここに置きたいから、このフラワーベースは一回ちょっと他のところへ、これもこっちに置いてようかな。この植木鉢マジで早く変えたいな。こんな感じで、じゃあここに置きたいと思います。よいしょ、じゃじゃん、置けた、かわいい、マジでかわいい。ちょっとつけてみよう。あー、尾形出ちゃってるよね、ほんとこれとこ。マジで可愛いな、ちょっと嬉しい。また夢のインテリアを。ちょっとこのコードが何とも言えないけど、よっしゃ、じゃあつけてみたいと思います。いきます。じゃん、待って、かわいすぎる。おーっと、かわいい。なんかちょっと飛んじゃってますよね。こんな感じです。待って、めっちゃかわいくない？やばい。ちょっとこのコード本当どうしようかな。かわいすぎる、本当に。木の感じがいいね、めちゃくちゃ。やば、嬉しい。こんな感じです。いいですね。ちょっとカメラでうまく伝わらない、この明るさが。やばくない？めっちゃ可愛くない？はい、ということでついに届きました、このランプが。マジで嬉しい、可愛すぎて。間接照明ってどんだけあってもいいって言われてると思うんですけど、まさにその通りだなと思います。わー、嬉しいな。ちょっと大切にしていきたいと思います。ほんとここ最近マジでインテリアを集めるのにハマっているので、なんかね、本当に嬉しい今。素敵な誕生日になりそう。買ってよかった、マジで本当によかったです。はい、ということでこんな感じで準備できました。今からディナーに行ってきたいと思います。楽しみ。ずっと行きたかったところなので、代々木のブジュアリーってとこなんですけど、そこに行きたいと思います。ということで皆様、たくさんの、本当にたくさん祝っていただいて、とっても幸せな誕生日でした。ありがとうございました。これからもみんなに愛と希望を届けられるように頑張ります。23歳の私もぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。